はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの30秒クランチヒザパカを紹介します。大きく分けてメリットは4つあります。男性女性ともにお腹の引き締め効果があります。そして男性には嬉しい、精力アップすることができます。この精力アップにつながるのがですね、このヒザパカになるんですけども、男性は腹筋やスクワットやってる人多いと思いますけども、実は内転筋っていうのはですね、意外と男性鍛えてない人が多いです。この内転筋を鍛えることで太もも周りの血流がアップして、 PC 筋、いわゆるお尻を締める力が使われやすくなります。ですので男性もですね、このクランチヒザパカとってもおすすめです。太ももの付け根、内転筋使いますので太ももの付け根に引き締め効果があります。内転筋をしっかり鍛えることができます。大きく分けてメリットはこの4つです。男性女性ともに嬉しいエクササイズです。たったの30秒間一緒にやっていきましょう。まずやり方を説明します。内転筋を鍛える際にポイントとしてはですね、つま先を開く、つま先を開くことによって足が閉じにくくなります。ですのでより力が必要になるので、つま先を開いた状態で膝をパカパカと動かしていきます。寝た状態でですね、つま先を開いて足を下ろします。膝はだいたい90度です。通常の腹筋するぐらいな感じです。でつま先を開きます。こういう感じです。つま先を開いて膝を開きます。ここから上体を起こして太ももを持っときます。上体を起こして太ももを持つ、つま先を開いたままです。ここから膝を開いたり閉じたりします。その時に上半身をしっかり起こして腹筋を使います。おへそを引っ込めて手でですね、膝が閉じにくくなるように外に押しときます。膝を閉じにくくするために手で外に力を入れてパカパカと30秒間やっていきましょう。で、これの嬉しいところがですね、腹筋も疲れるんですけども内転筋も疲れます。ですのでどっちか一個ずつエクササイズをするよりも疲れが分散されるので、より長く行うことができます。一個ずつ鍛える場合だとだんだん疲れてくるので早くくじけてしまうんですけども、これは両方辛いですから力が分散されてより長いエクササイズを行います。今回は30秒間やっていきましょう。お腹を引っ込めて体を持ち上げて、しっかり頭を起こしてですね、腹筋を使った状態で膝パカです。では行きましょう。スタート。効く。腹筋、内転筋しっかり使ってください。で、腰が反れないようにお腹を引っ込めて手でしっかり外に開いてください。しっかり開いて、あと5秒。お疲れ様でした。腹筋、内転筋どっちも効いたと思います。そして腹筋でもですね、止まった状態で行う場合は腹直筋ではなく腹横筋、もちろん息をしっかり吐いた方がいいんですけども、腹筋の奥の方が鍛えられるので表面がすごい痛いっていう感じはないと思うんですけども、しっかりね、腹筋の深層部が鍛えられてます。そして股関節を動かしながら膝をパカパカすることで PC 筋、内転筋が鍛えられてますので、男性もとっても嬉しい効果が期待できます。はい、簡単に本日の内容としてはですね、クランチ膝パカ、腹筋をした状態で膝をパカパカするということになります。で、ポイントとしてはつま先を開いて膝をパカパカした方が内転筋に効きます。膝を足を閉じてですね、膝をパカパカしても
膝を閉じてることが楽な人はですね、全然効かないです。もちろんチューブとか使えば効きますけども、通常は足をつま先を開くことによって内転筋に効きやすいです。スクワットも同じです。スクワットもつま先を開けば開くほど内側に効きます。狭くするほどまっすぐ真上、大腿直筋に効きます。ですので太ももをね引き締めたい、太ももの付け根を引き締めたい、そういった方は大体やってるエクササイズをつま先を開いてやってみてもらえたらと思います。まあメリットはですね4つ。30秒結構長かったと思いますけども、大体これぐらいで十分です。どんどんできるようになったとしても、時間を伸ばすとですね、やっぱり苦痛の時間が伸びますから、きつすぎず楽すぎずっていうのを、まあコツコツとねやってください。でメリット4つ。お腹の引き締め効果。腹筋を動くとですね、やはり表面に力が入ってしまいます。もちろん腹筋割りたいとかね、腹筋の溝を深くしたいっていう人はもちろん腹筋いっぱいすると思うんですけども、男性も女性もお腹引き締める程度でいいですよ、お腹が出ないようにしたいですよっていう場合は、キープして息を長く吐く、おへそをどんどん引っ込めながら息を長く吐くっていう腹筋のメニューがおすすめです。で今回ですね、 PC 筋、お尻をしっかり締める力、ここがしっかり力がつくとですね、硬さの持続が楽になったり、角度が上がったり、まあ、美味しいことばっかりです。ですので太ももを鍛えたり腹筋したりっていうので、もちろん精力がね落ちないように、 ED にならないようにしてる人もいると思いますけども、内転筋を鍛えるってことは結構メリットが大きいです。男性にもおすすめです。で太ももの付け根、内転筋が鍛えることができてました。内転筋を鍛えるメニューっていうのはですね、寝っ転がって横向きで足を上げるとか、上向いて足を広げて足をパカパカするとかね、いろんなメニューがありますけども、自分の手で膝を押さえて負荷を加えることができますから、通常の寝っ転がっての足パカ、あれはですね、足があんまり広がらない人はあんまりね太ももの内側鍛えられてないんですよね。ですのでそういった足がね開脚ができない、足が90度ぐらいしか広がらない人は足パカは向いてないです。ですので膝パカの方がいいです。内転筋をねしっかりね手で押さえれば閉じるのが辛くなりますから、しかも手で押さえることによって胸もね鍛えられます。しっかりね手を横に広げますから胸が鍛えられて、しかも内転筋が鍛えられる。めちゃくちゃねこれ膝パカっていうのはねとてもいいエクササイズになってます。で膝パカとクランチをね同時に行うということで、加わる負荷がですね分散されて疲れにくく長い時間できたと思います。結構腹筋をですね30秒間やっとくって結構辛いんですけども、今回はね太ももに意識がいっちゃってますから、手で広げる、膝を動かすってことに意識が向いているので、腹筋がね実はねよく効いてるんだけど効いてる感覚が少ないっていうのはね、すごくエクササイズを継続していく上でメリットが大きいです。今回クランチ膝パカ、まあ、とってもねメリットが大きいエクササイズでした。頑張った方、勉強だったらよかったらグッドボタンとコメント、そしてシェアもよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますんで、ツイッターの方の DM とかからですね、こういったエクササイズしてほしいんですけどとか、こういった悩みがあるんですけどっていうのがあれば、どしどしメールをください。で今後としてですね、オンラインの Zoom というアプリを使ってですね、オンラインエクササイズも考えております。またその詳細に関しましてはですね、 YouTube の投稿の方で、コミュニティと投稿の方でご連絡差し上げますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。